はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、ドリームトミカの MF ゴーストトヨタ 86GT の方をチェックしていきます。はい、しっかり見ていきます。こちらのモデルはドリームトミカ MF ゴーストトヨタ 86GT のモデルになってます。2020年7月に発売されたニューモデルになるね。ボディカラーの方を見ていくと、これはレッドのソリッドでも、よく見てみると何かレッドのパールのようにも見えるんだけど、まあ、この辺りどちらかというとレッドのソリッドなのかな。光に当ててみるとこんな感じで光沢感がすごくいい感じだね。塗装の方もこんな感じで、どうやらこの深みのある塗装なかなかいい感じじゃないかな。まずはフロントの方から見ていくと、中央の部分にはトヨタのエンブレムがプリントされてます。ヘッドライトの部分は、これはシルバーの塗装になってるね。フォグランプのこの辺りの位置もシルバーとブラックでしっかりと塗り分けというかプリントがされてあるね。グリル周りのデザインというと、この辺りのメッシュのような細かな作りはいい感じになってるね。そしてボンネットの方を見ていくと、この辺りはしっかりとプレスラインとかも入ってるね。ルーフの部分もこんな感じになってます。そして助手席側の側面の方を見ていくと、ドアの部分には86、一番大きくここがプリントがされてあるね。これが MF ゴーストトヨタ 86GT の一番のメインの部分になるのかな。その他サイドの部分でいくと、この辺りのフェンダーの横の部分、ここにも何かプリントがされてあるね。その他窓枠の部分とかもしっかりとブラックで塗装で塗り分けがされてあっていい感じだね。ホイールの方は、タイヤはトミカのワイドタイヤのスポーツタイヤになってます。そしてリア周りの方を見ていくと、トランクの部分にはしっかりとトヨタのエンブレムがプリントされてあるね。そしてテールランプの部分は、これはシルバーの上の部分にしっかりとレッドとオレンジで塗り分けがされてあって、この辺りいい感じだね。その他ディフューザーの部分、この辺りはシャーシと一体成形の樹脂パーツで作られてあります。そして運転席側の側面の方を見ていくと、こんな感じで助手席側と同じデザインになってるね。まあ、この辺りには給油口のデザインもあるかな。真上の方から見てみるとこんな感じになってます。内装の部分を見ていくと、内装からはブラックで作られてるね。運転席周りとかシフトノブのあたりとか、このあたりもしっかりと作られてあっていい感じじゃないかな。タイヤの方はサスペンションがついてます。その他このモデルは左右ドアの開閉アクション、これもしっかりと備わってたね。シャーシの方を見ていくと、トヨタ86ナンバー45番の2012年のシャーシになってます。こうやって見ていくと、トヨタ 86GT のこのモデル、コミックの MF ゴーストの中に出てくる車両なんだろうね。ちょっと私はそのあたり詳しくはないんだけど、おそらくそうなんだろうね。一番のメインになってる部分はこの86、左右ドアの部分にプリントされてあるこの部分なのかな。そしておそらくボディカラーとかもこのあたりが MF ゴーストのコミックの中に登場してくる車両のボディカラーなんだろうね。そしてこちらのモデルはドリームトミカのナンバー151番で発売になったモデルだね。だけどこちらの MF ゴーストトヨタ 86GT のモデルというと、以前非売品のコミックとセットになったモデルがあったね。こちらのモデルだね。こちらも一緒に見てみようと思います。はい、こんな感じで MF ゴーストトヨタ 86GT のモデルを2台並べてみました。この角度から見てどっちが非売品のモデルで、今回発売されたドリームトミカ、この辺り判別つく人っているのかな。ちなみにこちらの動画をご覧のトミカファンの皆さんはわかるのかな。まあ、正直なところ、このフロント周りだけを見たら特にどちらがどちらのモデルとかわからないよね。ちなみにこちらの左側のモデルが今回発売されたドリームトミカのモデルで、この右側のモデルが先日発売されたコミックとセットになっていた非売品のモデルだね。フロント周りの部分を見てみると、ヘッドライトの部分とか中央の部分のトヨタのエンブレム、そしてフォグランプの位置とか、こういうデザインは同じになってるよね。グリル周りの形状とかも同じになってます。でちなみにボディカラーの部分だね、ちょっと近くで見てみるとこんな感じで、どちらのモデルもレッドのソリッド、
肉眼で見る限り同じカラーリングのようにも見えるね。どちらにも共通してる部分っていうと、結構クリアの塗装がいい感じの質感になってるかな。サイドの部分から見てみると、どちらのモデルも左右ドアの部分の86、この辺りのプリントは同じになってるね。フェンダーあたりのこの86のエンブレムというか、こういうロゴの部分も共通デザインっていう感じかな。そして一番の違いというと、サイドの部分ではこのタイヤのホイールの部分かな。手前にあるこちらのモデルはリムの部分がレッドのメタリックになってて、奥のモデルはブラック一色のスポーツタイヤのワイドタイヤになってるね。どちらのモデルが今回のナンバー151番のドリームトミカかというと、奥のモデルになるね。ホイールの部分はブラックになっていて、この辺りのデザインの違いがあるのかな。まあ個人的にどちらが好みかというと、なんとなくこのレッドのメタリックのリムの部分、この辺りはかっこいいような気がするんだけどね。その他の窓枠の部分のブラックの塗装の塗り分けとか、この辺りは共通デザインっていう感じかな。リア周りの部分を見ていくと、この部分は結構大きな違いがあるね。テールランプの部分だね。シルバーの一色だけの塗装になっているのが以前発売された非売品のモデルだね。そして左側のモデルがシルバーの塗装の上にレッドとオレンジで塗り分けがされてある部分、こちらが今回のドリームトミカナンバー151番になってます。その他トランクの部分のトヨタのエンブレムとか、ディフューザーの部分のデザインとか、この辺りは共通デザインになってるね。まあこうやって見てみると、テールランプ、まあこんな感じでレッドとオレンジで塗り分けがされてあった方がなんとなく立体感は感じるよね。そしてアクションの部分はどちらのモデルもしっかりとサスペンションはついてるね。そして左右ドアの開閉アクション、この部分も当然同じになってるよね。そうだね。そしてシャーシの方をちょっと見てみようかな。この部分もトヨタ86、2012年のナンバー46番のシャーシなので、この辺りも同じ共通のデザインになってるね。こんな感じで今回発売されたドリームトミカナンバー151番と、以前コミックとセットで発売された非売品のモデル比べてみたけど、一番の大きな違いというと、このテールランプの部分とホイールのリムの部分のカラーリングだったかな。それ以外の部分はおそらくボディカラーとかボディ形状とか同じだったような気がするんだけどね。この辺りホイールのデザインの部分、リムの部分がレッドのメタリック、こういうのもかっこいいけど、ブラック一色っていうのもどっちかというとかっこいいかな。だけどこのリア周りの部分はやっぱりシルバーの上にレッドとオレンジで塗り分けがされてある方が立体感があっていい感じだよね。その他の部分はおそらくだけど同じっていう感じかな。おそらく内装デザインの部分も同じだったんだろうね。なんとなく同じように見えるね。箱の方は正面のパッケージにトミカの写真だね。この部分には MF ゴーストのキャラクターのイラストがプリントされてあるね。その他パッケージの方はドリームトミカいつものパッケージになってるのかな。側面の方を見ていくと、この部分には MF ゴーストのロゴの方もプリントがされてあるね。裏の方を見てみると、こんな感じで講談社のライセンスシール、この部分はシールじゃないね、プリントがされてあります。はい、今回はドリームトミカ MF ゴーストトヨタ 86GT ナンバー151番のモデルをチェックしてみました。人気モデルの MF ゴースト、こちらのトヨタ 86GT なかなかいいモデルっていう感じじゃないかな。特に私の好みでいうと、このボディカラーの深みのあるレッド、そしてクリアの塗装もいい感じの質感でできてるんだよね。なのでベースになってるトミカ、この辺りがいい感じなのかな。そして86とかこの辺りプリントされてある部分、ここはどちらかというと派手さっていう感じはないね。だけどこれがおそらく MF ゴーストのコミックに登場してくるような車両のデザインなんだろうね。そして以前発売された非売品のモデル、こちらと比べてみたけど、一番の大きな違いというと、ホイールのリムの部分のレッドのメタリックかブラックの一色か、この辺りの違いだったかな。それと後ろのテールランプのレンズの部分の塗り分けの違いだね。それ以外の部分はおそらく同じだとは思うんだけど、トミカファンの皆さん、この辺りはどうなのかな。それと一番の大きな違い、他にもあったね。パッケージデザインも違ったんだよね。だけどどちらのモデルも人気のトヨタ 86GT で、 MF ゴーストのモデル、
どちらのモデルもしっかりとコレクションにしておきたいね。なので以前非売品のこちらのコミックとセットになってたモデル、こちらを手に入れられなかった方は今回のドリームトミがこちらの方を手に入れてみるといいんじゃないかな。だけどやっぱりこの非売品のモデルも一緒に手に入れておきたいね。ひょっとしたらこちらのモデルというのは本屋さんの店頭とかまだ在庫が残ってあるところとかひょっとしたらあるかもしれないよね。というのも以前発売されたコミックとセットの非売品のセットモデル、こちらは即完売っていう感じではなかったんだよね。予約段階では即完売状態だったんだけど、店頭で発売された時はそれなりの個数が販売されてて店頭の方にも並んでたかな。なので気になる方はまずはおもちゃ屋さん、そして本屋さんの方をチェックしてみてください。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。